はい、久しぶりに商品レビューをやってみようと思います。はい、セリアで購入してきました。フックループ付き CB 缶カバー、ガスカートリッジカバーとなってますね。こんな感じです。フックやカラビナなどにかけられるループ付きの CB 缶カバーですね。裏面です。説明が書いてて、材質がポリエステル系ですね。サイズについては約ですが16センチ、横が25センチ。エコー商事さんの商品です。本製品は株式会社セリアとエコー商事株式会社が共同企画したものですと。なんかそんな説明ありましたっけ。これがジャンコードですね。はい、色はですね、2色展開だと思うんですけど、両方買ってきました。なかなか最近ですね、欲しいなと思うものがなかったので、かなりスルーしてきたんですけど、まあ、今回はですね、見た瞬間ちょっと欲しいなということで購入しました。基本的にですね、私の場合はレビュー系 YouTuber だとは思ってませんので、新商品だったらね、必ず買ってレビューという感じではないんですけど、まあ、自分の中で、あ、これお金出してでも欲しいなって思えるかどうかっていうのがですね、一番重要な判断基準でして、したがって今回も自分用に購入してみたということになります。はい、なんでしょうね。まあ、このね、ループがついてるっていうところが大きな魅力なんですよね。先日紹介したワッツのホットサンドメーカーカバーでしたっけ。まあ私の場合はスキレットカバーとしての方がよく使ってるんですけど、あれもですね、やっぱこういうループがついてたので、まあループがあるとですね、物を引っ掛けたり、あるいはこれ自体を何かに吊るしたり、あるいは複数連結したり、まあいろんな使い方ができて、かなりこうアウトドアでの可能性が広がるっていう印象が強いんですね。あとちょっとまあデザインのね、こういう欲ないかな、ちょっとわかんないんですけど、いいなと。まあ自分の好きなカラーリングっていうんですかね、配色っていうんですかね、このタグにしてもね、このステッチ模様っていうんですかね、こういうものにしても、自分がね、いいなと思ったものはね、もう迷わずやっぱ購入するので、そういったものはね、紹介できればなというふうに思ってます。じゃあ早速開封してみます。はい、こんな感じですね。まあ予想通りなんですけど、悪くは全くないですね。なんか触ってみてがっかりっていうね、なんか妙にペラペラとか、ちょっと、例えばほつれてるとかね、あると残念なんですけど、そういう印象は今のところないですね。まあ、ループの大きさが違うっていうのはね、だいたい100均クオリティの場合普通なんですけど、まあ、これはだいたいそれはそうみたいな感じです。で、開けますと、マジックテープのね、幅がちょっと広めですね。おそらくね、100均アイテム使い慣れてる人はそう感じると思います。あ、ちょっと広めだな。で、内側こんな感じね。ポリコーティングされたような感じで、いいんじゃないですかね。まあ、ここに縫うとね、ここの穴が広がったり、破れたりしそうな感じってよくあるんですけど、これはそんな感じないですね。まあ、エコー商事さんですね。まあ、エコー金属と同じところですよね。なかなか素晴らしいなと思います。で、ガス缶カバーですから、当然 CB 缶につけるのが普通ですね。で、これは同じくセリアです。こういうボタンフックがついたやつ、合皮なので革じゃないんですけど、好きなんですよね。で、これを使ってます。で、これと似たようなのがその後キャンドゥさんとか、まあ、ダイソーさんにもあったのかな、いろいろ出たんですけど、一番これが好きなのでね、私はこれしか使ってないんですけど、岩谷の缶ね、これに巻いてみます。どんな感じかっていうと、ちょっといっぱいいっぱいで巻きますね。はい、いいですね、いいですね、あ、いいですねいいって言われても何がいいのか分かんないと思うんですけど、要はですね、ここがですね、寸足らずで、手に触るとこのトゲトゲがね、手に当たるような作りのものが時々あるんですけど、それはないです。十分ね、まあ、7ミリ8ミリぐらい余裕がある感じなので、手にね、この黒い面ファスナーの部分が当たるっていうことはないです。あー、いいですね。で、 CB 缶のね、一番下から上までね、ちゃんと余裕がありますので、こういう感じでね、持ち歩ければいいかなと。で、ループに何を吊るすかはね、いつも課題で答えが出ないんですけど、はい。ただね、ループは私は好きです。個人的にね、いいなと思ってます。もう一色の方もね、開けてみましょうか。こちらですね。はい、これはちょっとタンというかサンドというかね、そういう色です。で、色が違うだけで、それ以外は一緒なので、そうですね、こちらもね、
いい感じです。タグとのね、なんかこうカラーリングはね、こっちの方が少し好きかな。で、まあ CB 缶ばっかり巻いても芸がないのでね、CB 缶に巻けるっていうことは他にいろんなものに巻けます。例えばこれ同じくセリアのね、ボトルですね、水を入れてね、私の場合はお米を入れたりしてね、これで炊飯もするので、これで炊飯するっていうのも、これを火にかけるわけじゃないですけどね、炊飯の準備をする、米をここまで入れて、水を最初にここまで入れてとかいうね、そういう準備をするために使いますので、そういうようにね持ってるんですけど、このボトルもねこのぐらいの大きさなのでちょうどぴったりだと思います。はい、巻いてみます。そうですね、いいですね、いいですね。だから水飲み用のボトルをね持っていくにも、こういうのがあるとねちょっと感じよいし、またループがね、今は分かりませんけど何らかの役に立ちそうな気がしますし、まあこんな風にね並べておいても色が違ってればね間違えないし、認識もしやすいし、いいんじゃないかなというふうに思います。それ以外で言うとね、何を巻くかなということなんですけど、まあ今までもねこういう CB 缶カバーはねいろいろ持ってると思うんですけど、私の場合だと夏だったらやっぱ虫が出るのでね、こういう殺虫剤系、これこのままねちょっとペタッと置いとくのはね、あまりにもこう見栄えが悪いというかね、雰囲気がぶち壊れなので、やっぱこういうもんに巻いとくとねどうでしょうか。これは人によってね好き嫌い分かれると思うんですけど、まあね、フマキラーって丸出しよりはね、こっちの方がちょっとこうキャンプのねサイトにも馴染むんじゃないかなという気がしたりはします。はい、まあこういう使い方もありますよね。あと私の場合はね、こういった燃料用アルコール、これホームセンターとかでね500ミリで300円とかで売ってるんですよ。すごくね入手しやすいし使いやすいのでね気に入ってるんですけど、こういうものもね、こういうものに巻いてやることによって、ほらちょっと感じよくなるでしょそんなことないですかね。まあ自己満足の世界なんでねあれなんですけど、こういう風にしてやることによって CB 缶とかボトル以外にもね、まあ、殺虫剤とかこういうアルコール容器なんかもね、ちょっとこうキャンプサイトに馴染むような感じで演出できるのでいいんではないかなと思うわけです。はい、ということでね、なんかCB 缶カバーを買ってきた割には CB 缶以外のものに巻いちゃいましたけど、まあ実際 CB 缶カバーはねもう皆さんね何かしらこう気に入ったものを使ってると思うので、まあ、それ以外のものなんかでもね、こういうふうにうまく使えればねいいんじゃないかなというご提案としてね紹介してみました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。殺虫剤がついちゃうと嫌だからな。飲み物とかは殺虫剤とは併用しない方がいいよな。そうするとこうなるよな、こうなるよな。そうするとここに何を吊るすかだよな。難しいんだよな。例えばこういう、あ、そっか、これで引っ掛けてやればいいのか。引っ掛けてやったら吊るせるか。そっかそっか、そういう使い方もできるんだ。これはいろいろちょっと試してみる価値はありそうですね。こうやってね上に何かに吊るしてこうぶら下げるとかね、いう感じはできるのかな。うん、そうだね、まあ、これはこれでいいと思うし、まあマグネットリリーサーとか使わなくてもね、カラビナをいっぱい使ってやればこういう感じになるのかな、こういう感じになるのかな。カラビナだらけにしてもけど何を吊るすんだろう、うん、ちょっとそれはよくわかんないな、ちょっとわかんないな。吊るすものがいろいろあるんだったらいいけどな、そこはちょっとわかんない。